い、こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです、はい。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日も沼津りえの美味しいレシピ。今日は何をやりますか。やっぱり夏、うん、美味しいトウモロコシ。あ、トウモロコシ。一番美味しい時期にぜひ作っていただきたい一品がございまして、うん、はい、かき揚げでございます。トウモロコシのかき揚げ。揚げ、おお、いいですね。でも難しいし、油なんかパチパチ弾くんじゃないと思うかと思うんですけれど、うん、今日の作り方を見ていただければ、粉と水だけ、あとトウモロコシ、この3つがあれば極上のかき揚げができるという裏技というか。じゃあ油いらないですね。ごめんなさい、油はいります。油はやっぱりいりますよね。はい、ほんのちょっと ね、失礼いたしました。揚げ足を取る、だから油だからね、揚げ足、うん、はい、というわけで早速見てもらおうか。はい、どうぞ。どうぞ。これね、生のトウモロコシ、はい、皮を剥きました、はい。でこれ皮ごと買ってきたんですよね。そう、買ってきて剥いて水気を拭きます。はい、そしてそう、危ないからこれをそぎ込んで真ん中からちょっと切りますね。大きく、そして置いて、でこう安定させてトウモロコシをそぎ取ります。こういう感じね。結構ざっくりいくんですね。そう、ざっくり、あんまり深すぎるとこのなんていうの、中の芯までね、そうそうそう、ちゃうから。で、ここの切れ目があることによってパチンと弾かないし、水気が残ってると危ないですからね。で、この芯はご飯と一緒に炊き込んだりするといい香りがつきます。はい、こっちもやっぱりね、生のトウモロコシの時期はぜひかき揚げを一度は作ってもらいたい。美味しいですよね、うんうん、はい、こんな感じ。今日は 100g の割合でかき揚げを作ってみます。どんどん皆さん倍々にしていってくださいね、たくさんある人はね。トウモロコシ 100g で薄力粉大さじ3のイメージ、はい、なんでちょっとここ 100g 取りますね、うん。そして粉をまぶします。ここが大事なポイントです。おろこし水分が出てるから、それをこうお化粧してあげるみたいな、これだけではかき揚げにならないので、この後に水を少量足すだけでかき揚げにしていきます。油の準備をしますよ。温めてから水を入れます。もうちっちゃいフライパン火をつけます。もう中火ぐらいにかけといてください。では水分をね、入れていきます。ちょっと入れすぎるとべちゃべちゃになるので、まず大さじ1入れますよ。まず大さじ1、はい、混ぜます。はい、ちょっと弱めかな。まだちょっと粉っぽさがあるでしょ、うん。でも大さじ2入れたら絶対多すぎだから、このぐらい、今あと半分入れました。この粉粉がなくて全体がしっとりとすれば OK ですからね。水が多すぎるとバチバチ跳ねて危ないっていうのもあるからね、しっかり粉をまぶして最後ちょっと湿らす程度の水を足してあげる。はい、こんな感じで揚げていきます。油の温度見ていきます。刺したら菜箸から泡がブーッとすぐ出るような感じの時に入れていきます。火加減はね、中火。じゃあいきます。スプーンにこうのせました。いい？そしてもう一個のスプーンでお酢で固まるまで絶対に触らない。今触るともうトウモロコシが全部もろもろもろと出ていきます。崩れちゃうからね。スプーンに入れてそのまま押し込んであげる。あー、いい音。ここでしっかり形をね作って押し込む。夏はね、一度はこのトウモロコシのかき揚げを
ぜひ作っていただきたい、やっぱり旬のね美味しい素材を。そうですね、うん、生のトウモロコシだからこそできる料理ですよ。はい、触りません。ずっと我慢してください。いいですね、うん、ポイントね、最初に粉でしょ、しっかり粉をまぶしてから水を入れる。この作業の手順をいきなり粉と水バッてやると、ここでパチンと弾けることがあるから、もう水と粉だけでいい。卵とかね、よくね入れたり、わざわざ天ぷら粉買うとかしなくていい。もう薄力粉さえあれば、すごいですね、うん、できちゃうから、かき揚げって意外とね簡単なんですよ。で、入れたら触らない。こう動かしても、ちょっとこの辺カタカチ、カチカチってなってるなと思ったら、ひっくり返します。おー、これが2番だったかな。3番。どこ4番だったか忘れちゃったな。この辺かな。うん、ここ、次です。うん。真ん中が一番最後です。最後ね。もうトウモロコシ、いい匂いがしてきた。あー、美味しそう。油ももうほんとこのフライパンに1センチあるかないか入れれば大丈夫です。でもたまにパチンと弾く人がたまにいるから、こう投げ賞したつもりでまぶされてなかったと。なので気をつけてくださいね、やっぱり油ってね怖いから。で、わかります、カチカチ1番目もう良さそうです。あげます。2番目、うん、あー美味しそう。揚がりました。おー美味しそう。美味しそうでしょ。簡単ですよ。はい、はい、ありがとうございます。はあ、いい香り。あ、その下に敷いてる紙は何ですか？なんか天ぷら用の、ああ、ありますね。紙が売ってあるから、ちょっとそういうのあると、なんかいいですね、テンション高くないですか？ちょっと敷いてあるだけでね。はい。ちょっと緑があればいいんだけどな、まあ、はい、塩で食べたいです。はい、美味しそうですね。はい、味見していきます。やっぱりこのままでも甘くて美味しいんだけど、やっぱりあちきたちは塩じゃないですか、ね、やっぱりね、かき揚げにね。そうそう、もちろん天つゆも美味しいけど、うん、いただきます。おー、サクサク、うん、音聞こえましたね、うん、うん、甘い、信じられないぐらい美味しい。しかも皆さんに伝わるのかしら、このサクサク感。これは甘い、本当に甘くて美味しい。こういうね、糖質のものって加熱すると甘みが増すのよね。で、じっくり火を入れてあげることで、油でじっくりこう火を入れたじゃない。美味しい。これでビールくーっと、うん、なんでないんだろう。本当に失敗したね。サクサクのジューシーっていうの、トウモロコシの甘みがじゅわーっと出てきて。これもう一回確認しますけど、何を、これ粉と水だけですよね、うん、見たでしょ皆さん、もうね、本当にうまいんだよこれ。ちょっとクリスチャン入れる順番さえ守れば失敗はしない。こんなに美味しくできるんですね、うん、触らない。あとスプーンで入れるのも、あれもコツですか。コツコツコツっていうか、こう綺麗にね、うん、あのそのまま、あと美味しいトウモロコシの選び方っていうのもありますよね。
まあね、皮がついていった方がやっぱ鮮度が保たれてるから、うん、そういうと剥いて、うんうん、そうですよね。ぜひね、このというわけで、今日は美味しかったトウモロコシのかき揚げを作りました、うん、簡単でしたね。皆さん覚えましたか、はい、スプーンでそーっと入れてあげる と、 こうちとコーンが散らばらち、はい、ですです、ですです、はい、夏に美味しい旬の、ね、トウモロコシをぜひ味わってください。はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。それではまた明日、明日ありがとう、ありがとう、トウモロコシちゃん。